はい、え、こんにちは、ポロです。今回はですね、今最もおすすめなポッドキャスターのマネタイズ方法についてお話ししていきます。このポッドキャストというのはですね、まあ、マネタイズのやり方が、ちょっとね、やり方がよくわかんないという人も多いと思います。ブログとか YouTube に比べるとね、どうやってそれをね、収入に変えていけばいいのかっていうのが、ちょっとパッと見ね、よくわからないと。 いいいう人もいるんじゃないかなかと僕もそういうブログ記事を書いているんですけど、やっぱりね、えー、ポッドキャストマネタイズとかね、ポッドキャスト収益化みたいなキーワードで結構アクセスが来るんで、やっぱりこのポッドキャストね、やってるけど全然こう、まあ収入につながらないみたいな。まあ、その理由の一つとして、マネタイズのやり方がよくわからないからという人もね、多いんじゃないかなと思います。で、マネタイズの方法っていっぱいあるんですけど、まあ詳しくはね、僕のブログ記事をまあ概要欄に貼っておくので、まあそこを見ればね、詳しくいろんなパターンのマネタイズ方法、 が書いてあるんですけど、今回はその中でもですね、特におすすめのものを紹介したいと思います。それがですね、オーディオブック出版です。オーディオブック出版。オーディオブックってまあ、耳で聞くね、本みたいな風に言われるんですけど、まあ、今ですね、この音声市場っていうのはどんどん拡大している。これはもう、ポッドキャストもそうだし、オーディオブック市場もそうなんですけど、すごくまあ、音声市場が世界的にも注目されてるんですね。市場がすごく拡大しているっていうのがありますし、あと、 その、まあ、販売している人の数が圧倒的に少ないんですね。基本的にそのオーディオブックを出版してるっていうのは、まあ、ちゃんとした出版社と一部の個人みたいな。僕が初めてオーディオブック、まあオ、オーディブルっていうね、アマゾンが管轄するプラットフォームがあるんですけど、オーディブルでオーディオブックを出版した時、個人でオーディオブックを出している人がもうゼロだったんですねで。僕は第1号みたいな感じでオーディオブック出版を始めて、現在ま、27冊ぐらいですね、出してるんですけど、そういったところでオーディオブックを ま、出版しているわけですけど、全然こう、競合がいないわけですよ。電子書籍とか、まあ、n d l e とかね。もう本当たくさんの人が出してるじゃないですか。それこそもうブログ感覚で出せるので、もう文章さえ書ければ誰でも出せるみたいなね。非常に参入障壁は低いので、もうとにかくね、いろんな人が入ってきて、完全にもう市場が飽和状態というか、もう簡単に埋もれてしまう。そしてそれからチャット GPT の登場によってより一層加速したわけですね。 チャット GPT でサクッとね、本が書けると分かったら、大量にそれをね、まあ、量産するような人が出てくるんで、そうすると単純に、まあ、商品数の母数が増えればですね、埋もれる確率ってのは必然的に上がるので、より自分の本がね、見つけてもらいづらくなるみたいな感じで、もう Kindle は完全にね、そういう状態になってるわけですけど、オーディオブックっていうのはまだまだね、参入者が少ないわけです。まあいろんな理由はあるんですけど、一つはまあやっぱそのね、えー、参入障壁が若干高いということですね。文章って正直、まあ誰でも書けると思うんですよ。で別に顔出し,しなくてもいいしね。 ある意味でこう自分がやんなくてもいいわけですよ。外注してとかってできるわけですけど、やっぱりこのオーディオブックってなると、やっぱりね、自分でこう吹き込むのは抵抗があるとかね。でもちろん外注してナレーターにこう吹き込んでもらうこともできるんですけど、この音声のね、外注って結構高額になるんで、なかなか採算が合わないみたいな感じで外注できなかったりとか。ってなると、やっぱり多くの人にとってこういう音声媒体でね、自分の声で、ね、収録するっていうのは抵抗があるわけですね。でそこで参入障壁がグッと上がるわけです。だから全然入ってこないみたいな感じなんですね。 なので、ポッドキャスターの人たちっていうのは、普段からこうやってね、音声で情報発信をしているので、この音声を収録するってことを慣れてると思うんですよ。それを活かして、ぜひこのオーディオブック出版っていうのをね、やってみてほしいんです。で、オーディオブックっていうのは基本的にまあ、そのプラットフォームにポンと置いとくだけで、あとはプラットフォームが全部売ってくれるんで、その集客スキルとかね、セールススキルがない人でも稼げるんですね。 僕の場合だったら、オーディブルっていうプラットフォームと、あと日本の採用手だとね、オーディオブック .jp っていうのがあるんですけど、そこの、まあ2箇所にですね、自分のオーディオブックを置いていて、それらのオーディブルとオーディオブック .jp が、また別のね、プラットフォーム、iTunes とか、あと Google とかね、にも本をね、納品してくれるので、実際には5、6個ですかね、のプラットフォームで自分のオーディオブックが販売されるみたいな感じになってるんですよね。 で、これ完全フロー所得なんですよ。もう何もしなくてもいいから、勝手に毎月売れていって。で、僕もやっぱり、オーディブルはね、2年か3年ぐらい前から始めたんですけど、オーディオブックドット JP は今年から始めて、予想以上にね、収益が大きかったんで、あ,あ、すごいなと思って。で、まあ、僕は何もしないわけですね。オーディオブオーディブルで作った音源をそのまま納品してるだけなんで、何もしてないわけですけど、でも思いのほか収益がね、予想以上に大きかったんで、やっぱりこうし、音声市場ってすごい大きいんだなっていうふうにね、 思ったわけですね。なんで、この、ぜひね、オーディオブック出版ってことをやってみてほしいんです。この、ポッドキャストでマネタイズってね、いろいろあって、例えば広告費でね、稼ぐとかってあるんですけど、その場合やっぱり、ある程度アクセス数をね、集めないといけないとか、今現状だと、そのデフォルトでね、設定できるような広告のね、えー、あれがないので、機能がないので、ってなると、自分で広告主見つけてこないといけないとかね、っていう、まあいろいろ手間だったりとかがあるわけですけど、オーディオブックって一回納品しちゃえばね、 まあ,あと、アマゾンとか、オーディオブック .jp は勝手に売ってくれるんで、自分は何もしなくてもいいわけですね。で、そのプラットフォームの、まあ、看板を借りられるわけですよ。自分個人、例えば僕がここでね、オーディオブック出しました、僕のサイトから買ってくださいって言っても、多分ほとんど誰も買わないと思うんですよ。っは信用があんまりないからですね。だけど、そういうアマゾンとかね、アマゾンとか、オーディブルとか、オーディオブック .jp みたいなすごい大きな会社の、 まあ、オーディオブックドジェピアオートバンクって会社がね、管理してるんですけど、そこの看板を借りて商品を販売できるので、そういうまあ、知名度の低い人ですね。あんまり有名じゃない人でも商品が買ってもらえると。だから初心者にも非常におすすめなわけです。なんで、まだまだね、こ参入者が少ない、もう本当にブルーオーシャンなんですね。みんなやっぱり今ね、なんかこう、インスタグラムだ、ティックトックだとかね、いろいろ言ってるわけですけど、全然誰も入ってこないんで、すごくおすすめなね、マネタイズ方法です。 で、そういうのを商品ね、一個持ってると、まあ、その、キャッシュポイントができるわけですね、自分にとっての。で、例えばこの、まあ、えー、ポッドキャストなポッドキャストで、今回新しいね、オーディオブック出しました、みたいな感じで告知をすると、一部の人が買ってくれたりとか。この、ポッドキャストを聞いてるリスナーの人たちには、普段から音声でインプットするっていう習慣があるんで、音声に馴染みやすいんですねで。普段音声を聞かない人にオーディオブック出しましたよって言っても、 聞く習慣がないんで、そもそも買ってくれないとかってあるわけですけど、ポッドキャストを聞いているような人たちっていうのは、普段からね、音声に慣れ親しんでるんで、そのあたりの抵抗がないわけですね。で、このポッドキャストに関しても、ね、アマゾンポッドキャストね聞いてる人がいた場合、アマゾンポッドキャストってオーディブルとつながってるんで、ってなると、そのままね、ダイレクトにも自分のオーディオブックね、たどり着いて買ってくれたりとかって、そういう可能性もあるわけですね。なので、 まあ非常にこのポッドキャストとは相性がいいわけです。音声同士というところね。なんで、まあこのマネタイズがよくわかんないっていう人、ポッドキャストやってるけど、これがどういうふうにね、お金につなげていけばいいのかわかんないっていう人は、ぜひこのオーディオブック出版ってものをね、えー、見てみてほしいと思います。まあ、僕のブログ記事も書いてあるので、そこでどういうふうにね、出品してどういうふうに納品するのかとかってありますけど、まあ、今回マネタイズ方法のね、えー、リンクを貼っておきますが、そこからさらにね、オーディオブック出版のやり方みたいな記事にも飛べるので、 まあそういったところからこう見てもらいながらどういうふうにやっていけばいいのかってことをね、えー、ぜひこうチェックしてほしいんですけど、やっぱりこうやってね、せっかく情報発信してるから何かしらのお金につなげていきたいと思うんですよ、ほとんどの人が。やっぱりこのポッドキャストが続かないっていうね、理由はそのお金につながらないってところでみんな途中でやめちゃったりとかってあるんで、まあそういうちょっとね、少しでもこうギブアップする人、挫折する人を減らすことができればと思って、まあこんな感じね、マネタイズの方法を紹介してるわけですけど、まだまだね、えー、このポッドキャストっていうのは、 そんなにこう、なんていうんですかね、未開というか、そんなにまだこう、手がつけられてないような市場なんで、今後ますますこのね、マネタイズのやり方とかっていうのも、よりこうね、多様的になっていくと思うんですけど、一番まあ、やりやすいのが、オーディオブックですよね。やりやすいし、まあ若干その,の、納品のやり方はトリッキーなんですけど、そこ慣れてしまえばそんな大変じゃないですし、一番この、確実に稼げるというかね、 広告収入とかってやっぱりある程度のチャンネルのね、規模がないと、そもそもスポンサーがつかないとかってありますし、他のね、まあアフィリエイトとかで売るとかっていう方法もなくはないんですけど、それも結構、まあ難易度が高いんで。ってなると、ね、やっても全然売れない、全然稼げないってなるんですけど、そういう初心者の人でも稼げるっていうのはね、そういうまあプラットフォームに代わりに売ってもらうっていうやり方が一番いいわけですね。しかもそれが完全に不労所得になるんで。ってなると、すごくね、えー、 まあこう自分が音声配信してる分。もちろんそのポッドキャストの音声そのまま使い回しはできないんですよ。収録し直さないといけないですけど、でももう普段から音声収録するってことに慣れてるんで、そのあたりのハードルもね、普通の人に比べたらだいぶ低いと思うんですよ。というところですごくポッドキャスターにね、おすすめのマネタイズ方法ですし、今一番おすすめって言ったのも、やっぱりこれからね、ますます市場が拡大していくからってことなんですね。これは日本も海外も同じです。なので、そこで、 かつ、参入者が全然いない。ので、かなりチャンスなわけですね。なので、もしそのオーディオブック出版ってもの、興味ある人はぜひ調べてもらって、ね、チャレンジしてみてほしいと思います。